です。ある一定のそのスタートしないようにタラブが出てるんですが、それがバタって倒れてスタートしていくシステムなので、それが今ないので皆さんの声で3、2、1、5の5でスタートしてもらいたいと思います。さあ行きますよ。3、2、1、5でスタート。尾形選手 OK？ 大丈夫ですか。はい、はい、さあ皆さん一緒にカウントダウンお願いします。せーの、3、2、1、5。さあビリーでまずは一番遠くのパイロンをミニターンして、さあどっちが速いんだ。あっと今何か風船割りました。ということはまず1ヒート目当たりフジガス の、 そのライバルである先輩のガッチとフジガスが今スーパーシルエイのこのコースに入ってきました。軽快に階段を駆け下りた、そしてフロントにさせながらパフォーマンスしてくるトップクラスの4名のトライアルライナーが登場。皆さん大きな拍手でその勇姿を応えてあげてくださいね。さあ、それではね、到着。3、2、1、ゴー。さあ、まずはジャックナイフより一番奥のパイロンを回して、どっちが速い。さあ、そして2個目のパイロンをウィリーターンをして、さあ、最後風船どっちが速いんだ。さあ、お待ちして先にスタート。そしてチャンピオン、コジメム選手も今スタートしていって、この細いボールのところをさ、1投目、2投目、あーっと、オハー選手落ちた。もう1回オハー選手やり直し。さあ、いきますよ。さあ、ジャックナイフから湧きたのはどっち。
からね。いやいやいや、あのね、今ね、小川選手怒ってる。そうなんですよね。怒ってるから。怒ったけど、ちゃんと小川選手変わりました。1対10ぐらいですかね。おかしいよ、これ。さあ、ということで。おかしいよ。チームポイントなんですが。おかしいよ。チームスピリットに90ポイント、そしてチームドリームスに10ポイントが加算されます。さらに、ユーストリーム。来た、藤波来た。チームスピリッツに75、チームドリームスに25が入りまして、このトライアル対決はチームスピリッツ445ポイント、久々取った。そしてチームドリームス55ポイントということになります。はい、久々取れました。いえ、ユキトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。久々のポイントだという話です。ちょっとうるさいよ、ちなみにうるさい、やってけよ、ピストルさん。うるさいんだもん、僕が喋ってる時に。あのね、彼とはね、彼が10代の時に渋谷のゲームセンターに行ったことがあって、それでね、バランスを取るのに100円を入れる